皆さんごきげんよう、特進貴族予備軍のトトです。今回はこちらアイハーブの購入品紹介第10弾になります。もう10回目なんだっていう感じなんですけど、まあ、早速開けていきたいと思います。今回はもう広角レンズにしました。前に出したね、IKEA の動画でわかると思うんですけど、この机になって普通にしてても撮れないっていうのが分かったので広角レンズにしました。そう、ベランダのねハーブたちが最近すごいお花が咲いてきて、ローズゼラニウムとか、これカモミールなんですけど、すごく花が咲いてきて最近楽しいです、朝起きるのが。今回は11品買いました。合計額は3899円なんですけど、まあ、紹介プログラムの値引きが1562円、あとはそうゴールデンウィークに買ったんです。これ出してるの全然もっと後なんですけど買ったのゴールデンウィーク前で、その時 20% オフのクーポンがあったんですね。その分で1900円ぐらい割引されてて、元の値段は7362円です。お得。はい、ということで、まあ、一つずつ紹介していきたいと思います。まずこちらシンプリオーガニックのパセリですね。これを買った理由としましては、以前にイタリアンシーズニングを買ったんですけど、結構それがね香りが強くて、スープの飾りにするにはちょっと入れれない、スープの味が変わっちゃうっていうことで、なんか単純にパセリだけのやつないんかっていう風に思ってこれを買いました。で、別に SB とかの普通にスーパーとかで売ってるのでも良かったんですけど、やっぱりこっちの方が量が多いのでこっちを買いましたね。まあ、オーガニックっていうこともありますし、本当にパセリしか入ってないです。次こちら、あ、思ったよりちっちゃい。フロンティアコープのガーリックパウダーです。本当にね、このほらなんかローストガーリックっぽいのが入ってるのかなと思ってたんですけど、本当に粉ですね。材料は多分本当にニンニクだけなのかな。このフロンティアコープっていうメーカーさん、すごいこのデザインが可愛いんですけど、結構ね在庫切れになることが多くて、もう今も見てみたらほら在庫切れですってなってるんですよね。超人気。はい、次はリピート品ですね。こちらイミューン4です。ビタミン C とビタミン D、 亜鉛とセレンが入っているものになります。最近こういろいろなんか見てたんですけど、セレンって日本人ってあんまり別にサプリで取る必要ないらしくって、日本人の成人男性の摂取目安量が30マイクログラムらしいんですけど、普通の食事でこう賄えているみたいです。で、一応この中に入ってるのは100マイクログラムで、セレンって結構毒性が強いらしくって、300マイクログラムが上限なんですって。それを超えるとこう爪が変形したりとか抜け毛だったりとか、胃が弱くなったりとか、皮膚がちょっと荒れたりとか、そういうのがあるらしいので、あんまりサプリメントで簡単にこう摂取するのは好ましくないっていう風に書いてました。なので最近はこう2日に1粒程度摂取しようかなっていう風に思ってます。僕自身あんまりこうセレンを含んでいる食材っていうのを食べないので、よく魚介類とかに多いらしいんですけど食べないので、サプリで取ろうかなっていう風に思ったんですけど、あんまりそんななんか大量に取るものでもないらしいのでようやく気づいたんですけど、なので、まあ、皆さんもこうサプリを買うときはちょっと気をつけて買った方がいいのかなというふうに思います。次こちらハローの歯磨き粉、ナチュラリーホワイトニングフッ素入り歯磨き粉です。で、前回かな、これの炭入りの方を買ったんですけど、その炭入りの方が在庫切れだったのでこちらにしました。このパッケージが結構可愛いんですよね。結構好きです。で、ここに使われていない素材が書いてるんですけども、ちょっと多いのでまた字幕で書いときます。ホワイトニングが一応できる歯磨き粉で、炭入りの方を使ってて、やっぱりこう若干白くなっている気がします。で、炭入りのものを使ってるんですけど、木の歯ブラシを使ってるんですよ今。で、その木のヘッドの部分がどんどん黒くなってくるんですよね。ちょっとそれが嫌でそれが嫌で白い方を普通に買いました。でも結構僕はこのブランドのもの好きですよ。中身はこんな感じです。こんな感じ、白と緑、本当にミントって感じ。味はですね、ファームグローンミートっていうので、 with ティーツリーココナッツオイルっていう、すごくこう柔らかな感じの歯磨き粉を買いました。ただやっぱりこうミントの方がいいですね、買うなら。味付きのものをね、この前ジェイソンのやつかな買っちゃったんですけど、やっ
ぱり苦手でしたね僕は。次こちらグラブグリーンのルームファブリックフレッシュなラベンダーウィズバニラの香りです。これ実は4月に出た新商品で、買おうと思ってたら一瞬で在庫切れになっちゃったので在庫が入った瞬間にもう買いました。以前はあの口なしガーデニアの香りのものを買ったんですけども、まあ、そっちも結構人気なんですが、新しいものが出たということでこちらも買ってみました。ちなみに今はまだ在庫があるんですけど、ガーデニアの方はもう在庫ないですね。ちょっと香り嗅いでみたいと思います。ちなみにガーデニアの方はこれですね。あのデザインが可愛いね。やっぱりこれを並んでおいてあったら全然ね、なんかインテリアとしても可愛いですよね。あ、これえ、めちゃめちゃいい匂いよ。笑顔になっちゃうぐらいいい匂い。これは買ってよかったな。まだ在庫あるので皆さんぜひ買ってみてください。星1の人おるやん。あー、確かにレビューを今見てたんですけど、確かにバニラの香りは結構強いです。でラベンダーの香りはなかなかしないっていう風に書かれているんですけど、僕は結構好きですけどね。確かにちょっと甘い系の香りです。甘い系の香りなんですけど、そんなに甘っこくない、しつこくない香りかなと個人的に思いますけど、僕はでも好きでした。おすすめします。次はシャンプーコンディショナー合わせて買いました。これも確か新商品だったと思うんですけど、こちらレンピュールのビオチン&コラーゲンシャンプーコンディショナーですね。今使ってるのはアンダローナチュラルズのアルガンオイルヒト幹細胞培養液入りなんちゃらかんちゃらみたいな感じのやつなんですけど、もうすぐそれがなくなりそうだったので買っておきました。で本当はクンダルっていうブランドのものを買いたかったんですけど、在庫切れだったので、まあ、こちらを買いました。結構でかいよ。 710ml で800円ぐらいなので結構でかいです。で一応シャンプーの方を見ると、グルテンフリー、香料などですね、サルフェートフリー、パラベンフリー、フタレートフリー、着色料フリー、個人的にはすごく嬉しい。やっぱサルフェート入ってるとね、なかなかこうフケが出やすかったりするので、すごい嬉しい。可愛いのが、まあ、このデザインも可愛いんですけど、 100% このオーシャンバウンドプラスチック、海洋性のプラスチックですよね。魚さんたちとかが食べちゃって死んじゃったりしてますけど、それが使われているのですごくエコだなっていう風に思いました。で洗浄力の方を見ても、コカミドプロピルベタインっていうアミノ酸系の界面活性剤を使っているので、すごくねこう穏やかな洗い心地かなっていう風に思っています。次これにしましょう。アルバボタニカのアクネドートインビジブルトリートメントジェル。思ってたよりちっちゃかったなニキビ用に買いました。結構僕も今ニキビはすごいひどくて、アルバボタニカのあの商品結構本当になんかボタニカルな感じがして好きなので一旦買ってみました。ちょっと中開けてみます。本当に僕の人差し指ぐらいですね。まあ僕の人差し指も結構でかいんですけど、普通の人に比べたら。でこれはサリチレ酸が入っているもので、就寝中に使用した人の 65% が朝起きたら前より綺麗な肌になったと報告って書かれてます。サリチレ酸が 2% 入っている強力なニキビ薬になります。結構なので、まあちょっとね使い方にも気をつけないとなというふうには思っています。朝夕洗顔後に直接ニキビにつけます。すごくこうやっぱり植物性の力に頼っている薬品なので、そんなにね肌がめちゃめちゃ荒れるとかはないんじゃないかなというふうに個人的には思っています。 100% ベジタリアンイングリディエンツって書いてるので、今日から使い始めていきたいなと思います。次はこちらです。アロマナチュラルズのソイキャンドルリラクシングを買いました。こちらはラベンダーとタンジェリンの香りです。ちょっと香り嗅いでみたいと思います。あ、これはね結構オレンジな強いわ。まあ見た感じオレンジ強いんですけど、思ってるよりオレンジが強い。でもいい香り、ジュワっていうジューシーさのあるオレンジの香りです。でもう一つアロマナチュラルズのソイキャンドルを買いました。それがこちら、アロマナチュラルズのバイタリティですね。これはペパーミントとユーカリで、まあ、虫除けにもなるのかなっていうふうに思って、その期待を込めて買いました。で今も自分もペパーミント育ててるんですけど、結構ミントの香りが好きなので、まあ、これも香ってみたいと思います。おお、すごいな。嫌いな人は嫌いだろうな。僕は好きだけど
単刀直入に言うと歯磨き粉です。でも僕に全然ね、歯磨き粉の香り好きなので吸い続けられるんですけど、結構嫌いな方いらっしゃるじゃないですか、歯磨き粉の香りっていうやつ。なので、苦手な方はやっぱり苦手だと思います。まあどの香りにも言えると思うんですけど、ミントめちゃくちゃ強いですね。ユーカリ感はあんまりないです。まあ実際使っていきたいと思います。最近やっぱり、ね、アロマキャンドルめちゃくちゃ使ってるので、やっぱり夜中はすごいキャンドルを灯すと、なんかこうちょっとプレミアム感というか、特別感が出るなというふうに思ってます。次が最後の商品です。こちら、すごいパッキングされてるね。サウスオブフランスのハンドウォッシュクライミングワイルドローズの香りです。保湿成分として地中海産の藻類を配合しているとのことです。フタレットフリーの容器です。これを買った理由としては、まあ、最近やっぱりハンドウォッシュの手洗いの洗剤がなくなってきたから普通に買いたかったなっていうのと、めちゃくちゃこの成分が簡単で、水、オリーブ、脂肪酸、カリウム、なんちゃらかんちゃらかんちゃらっていうのがあるんですけど、もう本当に9個しか成分がないんですよ。すごい簡単な成分で作られているから、いいなというふうに思いました。ちょっとね、香りを嗅いでみたいと思います。結構トロトロ系のあれですね。このね、サウスオブフランスのこのパッケージも結構好きなんです。このね、バラの絵もすごい可愛いなと思ってました。ちょっと香り嗅ぐ前に、結構ね、このサウスオブフランスのハンドウォッシュって商品展開が多くて、クライミングワイルドローズ、グリーンティー、ラベンダーフィールド、レモンバーベナ、オレンジブロッサム、シアバター、オレンジブロッサムハニー、シアバターですね。で、石鹸の方でオレンジブロッサムハニーを買ったことがあるので、違う香りにしようと思って、でラベンダーはよく買うし、グリーンティーはあんまり好きじゃないし、シアバターはあんまり香りがなさそうだし、レモンバーベナは自分が今育ててるしってなって、最終的にクライミングワイルドローズになりました。ちょっとね、香りを嗅いでみます。垂れちゃった。なんて言うんだろう、めちゃくちゃこうバラって感じの香りではないです。若干臭いバラ感はあります。バラ感はあるんですけど、なんかその華やかな香りっていうよりかは、すごいおしとやかな香りっていう感じですね。思ってるよりバラ感はなかったです。とりあえず続けて使っていきたいというふうに思います。はい、ということで今回は11点計7362円のお買い物をご紹介しました。アイハーブの購入品紹介も10回目ということで、結構ね、慣れてきたのかなっていうふうに思うんですけども、まあ、毎回毎回ちょっと違う商品を買いながら皆さんに紹介して、何かお買い物の参考にしてもらえればなというふうに思います。何かこうご要望があればコメント欄にお書きください。最近すごいなんかコメント欄にこうコメント書いてくれる人が増えて、ちょっとウキウキしている自分がいるんですけどまあよかったら皆さんも書いてください。ではバイバーイ。はい、最後までご視聴ありがとうございます。動画の投稿が遅くなって本当にごめんなさい。なんか免許合宿とかいろいろあってすごく忙しくて、またなんかその話をする動画とかあげれたらなと思ってます。この動画が良かったと思った方はいいね、コメント、チャンネル登録ぜひぜひお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。